道内民泊大手のマッシブ札幌去年8月コロナ禍で需要が落ち込んだシェアハウス事業を売却民泊を中心とした事業に経営資源を集中したこの2年間とにかく苦しかったわけですけれどもその中でも全部が全部ダメだったわけじゃないと売上が落ち込む民泊事業そんな中比較的好調な物件もあるのだという 札幌の定山系温泉その一角にひっそりと佇むこちら何やら別荘のようだがこの建物マッシブ札幌の新たな一手高級民泊だ中にはこんな仕掛けがこちらはお寿司のカウンター。 席になっててまして、まあ、お寿司に限らずなんですが、えー、と奥の方のキッチンに例えば、えー、シェフをお呼びしてこちらで皆さんお食事楽しんでいただくということができるスペースになっております職人を呼んで寿司を握ってもらえる設備がそして定山渓という立地を生かしこうしたものも導入した。 こちらはあの大浴場になっておりまして、あのご覧の通りこう広いお風呂で洗い場もあって、あのゆったりお風呂をお楽しみいただける形になっております。日常の疲れを癒すこと間違いなしの大浴場だ。民泊の多くは都市部に存在するが、なぜ温泉街に打って出たのか。 もともと別荘として使われていたこの建物を民泊として特にインバウンドのお客様向けに民泊として開業したいというご相談があってマッシブ札幌がこの建物を民泊として開業したのは1年半ほど前昨年末の感染が落ち着いていた時期は客足も回復傾向だった。 料金は1泊1室でおよそ3万円から民泊としては高い設定だが高級民泊に打って出たその理由とはコロナ以降あのとてもご相談が増えて我々がこうあの特に営業をかけてこういうのを増やしていくぞっていう動いたわけでは実はなくてお客様側からそういうご依頼がコロナ以降増えてきたというのはありますね。空き状態にせず 民泊として貸し出すことで別荘などの劣化を防ぎたいとするオーナーが増えているというコロナ禍で小規模なグループ旅行をしたいという客の需要とも一致するマッシブ札幌は定山系の他にも富良野や大分の別府、鎌倉など道内外の7つの地域でこうした高級民泊を管理している 今後札幌の高級住宅街にも進出するというさまざまなタイプの物件をやっていたので、如実に、こういう物件はコロナ禍でもいいっていうのが見えてきたものがありますま。エリアでいうと、やはりあの札幌以外のエリアは、それほど悪くなかったっていうのもありますし、あとはえと物件でいうと、郊外型っていうんですかね、とか、バーベキューができるようなタイプのものとか。 あとは、えー、温泉がついているとかそういった物件はむしろ好調だったのでこここにには非常に巧妙があるなとこうした高級民泊を PR しようと道内の民泊事業者で作る団体も動き出した協会の代表を務める荒川さんこの日、訪れた先には馬 こちらは札幌南区にある乗馬体験ができる観光施設馬に乗っているのは動画投稿アプリなどで活躍するモデルだスマートフォンで撮影しているのは現役大学生2人ともインターネットを通じて若者への影響力があるいわゆるインフルエンサーだ取って被ってこっちにする。 撮影した動画は協会のアカウントから TikTok に投稿する去年11月から始めたが動画への「いいね」は合わせて3万回を超えているこうした取り組みを通じて若者に民泊を使った観光を PR する考えだ民泊利用される時に、まあ、その他にも周りの周辺施設 一緒に体験していただこうと思ってこういうコロナになって、まあ、インバウンドがなかなか見込めない状況で、まあ、改めてその民泊の良さを、まあ、日本の方に知ってもらおうというのでもともと若い方の利用が多かったものですからで TikTok とかを使って、えーまあ、その民泊泊まるのとあとまあ観光セットで、まあ、こういうふうに案内していきたいなというので。 乗馬の後は市内の民泊へと移動訪れたのは広いリビングに寝室がいくつもあるラグジュアリーな空間部屋の多さや豪華な家具を強調しながら撮影する一つ一つの民泊の一番の特徴っていう部分を取れるようにしていて例えば今日だったらやっぱりここが8名掛けのテーブルであったりとか。 ベッドの数が多いっていうところで、1階で宿泊できるお客さんの数がえっと多いまあ、大人数泊まれます。よっていう部分をアピールできるように。なんかソファとかにやっぱ可愛いクッションとか。なんかそういうのがあったらそれを使って撮影したりとか。なんかそういうのも取り入れてまあ、そのおしゃれとか。なんか普通の泊まる場所とちょっと違うところっていうのをなんか見せれるように。 協会が力を入れているのがこうした民泊の PR だ豪華な民泊をビラと呼び道内の施設を集めた専門の予約サイトを立ち上げた取り組みを知った日本航空がワーケーションで利用するなど出足は好調だという若い人はその民泊っていう言葉じゃなくその予約のサイト名 まあエアビーとか。っていう言い方をして、泊まりに来てるんですね。あ、そっかと民泊っていうのは、あまり馴染みがないものなんだと。若い利用者の中には、ホームパーティーの会場として、民泊を借りるなど。新たな使い方も生まれている。協会は、ティックトックやホームページを通じて。こうした需要を取り込みたい考えだ。 ちょっとおしゃれな名前をつけてで、えー、みんなで泊まれる場所なんだよっていうのを、まあ、広く知ってもらってでこれからは海外の方、まあ、戻ってくるまでの間、まあ、戻ってきた後も日本の方にも使ってもらって民泊っていうものを皆さんそれぞれの使い方で利用してもらいたいなと。